はい、アマチュア無線化の JJ1IZW です。ですね、この動画を作ろうと思ったのはですね、モールス通信、ツートツートとかありましたね。今はプロの世界ではなくなりましたけども、モールス通信を楽しみたいっていう人用の、勉強の仕方についての動画です。で、特にですね、挫折しちゃった人用なんかにも向いてると思います。従来はですね、覚え方いろいろあるんですけども、大抵どこの情報源を見ても音感法という覚え方で覚えなさいっていうふうに書いてあります。なんだけども、音感法で覚えろって言った途端ですね、音感法というのはどんな感じかっていうと、例えばトゥトゥって聞こえたら、トゥトゥは A、 トゥトゥは A、 トゥ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  B ってこうやって一つ一つその音とそのリズムですね、これを頭に入れて、それの音を聞いた瞬間に、符号というか応分ですと A だとか B だとか、そういうふうに認識するというような覚え方なんですね。で、これがちょっとくせ者ってわけじゃないんですけど、人によってなんですけども、似たような音があるんですよね、モールス符号には。で、それと覚えていくときにごちゃごちゃになってきてしまって、頭の中で。で、なかなか覚えられないっていうことがあって、ちょっと根気のないようなタイプ、もしくは、あまり覚えようと思わなかったのかもしれないけども、そういった方はスッと頭に入らないで、なんか途中で諦めちゃうってパターンが多いんですよね。なんですけど、そうじゃないくって、実際にの更新にも十分通用して、正確な符号にも打てるし、速いスピードも受信できるし、覚えるのも早いっていう、このすごくですね、いい覚え方を紹介したいと思って、この動画をまず作りました。新しい覚え方を説明する前に、一つだけちょっと重要なことを先に言っておきます。ルールの話なんですけど、モールス符号のまずどういうふうにできているかっていう話からなんですけど、モールス符号はそもそも、皆さん知ってるとは思うんですけど、とりあえず説明させてくださいね。短い音と長い音の組み合わせでできている。それは大体皆さん分かってると思うんですけど、例えばトゥトゥートゥトゥってふうになっている。で、ここにはルールがあります。短い音を1という長さにした場合、長い方の音は短い音の3倍の長さで送りなさいというか、3倍の長さですというルールがあります。トゥトゥっていうのが、まあ大体3倍ぐらい、ちょっと 3.2、3倍あるかもしれないけども、私の場合は。そういうルールがあると。さらに、トトゥ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 ってこの、短い長いってその打つ打鍵ですよね。打鍵、短い長い、もしくは短い短い、長い短いでもいいんですけど、ここのところに長いか短いかの間にまたスペースがあるんですけど、そのスペースは短い音を1とした時分空けなさい、スペースを空けなさい
言ってることわかりますかね。もう一度さっきの音になりますけど、トゥトゥっていうのは A なんですけども、トゥっていうのは長さを1としましょう。で次にトゥって私が言ってますけど、トゥの長さはトゥの長さの3倍で、トゥとトゥの間のスペースがありましたね。スペースは短い音と同じ長さだけ開けなさいっていうルールがあります。このリズムが狂ってきちゃうと、みんな他の人はこのリズムで覚えてるんで、独自に変なリズムで覚えてしまうと他の人は理解できなくなっちゃうんですよね。このルールを破っちゃうと。なのでここは非常に重要なので、このリズムも一緒に覚える覚え方を今回は紹介してます。なので絶対自己流のリズム感で覚えないでください。それがまず大前提なんですね。でそれからこれの勉強をまず始めましょう。ですね、次はこの新しい覚え方についてまたちょっと説明しますが、まず新しい覚え方は、先に言っときますけど、音感法ではありません。合調法です。ところが従来の合調法とは違います。従来の合調法ですと、欠点だけ言うと、従来の合調法は、実際の更新の時に大抵使えないですね。私の感覚からなんですけど、なんで使えないかっていうとですね、例えば「ツーとととと」っていうのが B という意味なんですけど、で従来の語呂合わせですと、例えばビートルズなんですよ。で何がいけないかというと、まず全部の符号を聞きますよね。ツーッとっとっとって聞いたら、たくさん語呂合わせで持ってる、まあ26、オーブンですと26個語呂合わせ持ってるんでしょうけど、26個のうちからどれが当てはまるかっていうのを瞬間的にまず判断しなくちゃいけない。で「うんと」って「ツーっとっとっと」って聞いたら「うんと合うのなんだ合うのなんだ合うの合うの、あビートルズだ」と思うんですよね。で次にビートルズだと思った時に、あだから一番最初の音 B だから、あ B って認識します。それが語呂合わせのやり方。まあこれでも覚える時は早いんですけどもね、実際の更新というのは流れるようにどん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 符号が来るわけですよね。で「ツ、ートトト」ってきて、なんだっけ、これに当てはまるものはって思っていると、さっき言ったように次の モールス符号の短い音の7倍分の時間が過ぎた頃にはもう次の符号の最初の音が来てるんですよ。でその時までに全て符号を認識して、さらに当てはめて、文字は何だっていうことを判断し頭の中に思い浮かんでればいいんですけど、まあ普通の人はなかなかその短い時間の間に符号とし、符号じゃない、まあ、オーブンですと A とか B とかを認識して頭にうっと思うというところまでなかなかいけないです。慣れると行く人も中にはいるようですけれども、まあ、普通の人は追いつけない。要は
流れるスピードについていけない、そこが非常にダメなとこなんですよね。従来の語呂合わせだと。で、今回紹介したいのは語呂合わせなんですけども、そういう変換の時間が短い、もしくはほとんどない、私はないような気もするんだけど、まあでもあったとしてもほんの 0. 何秒かもしれない、ほとんど時間を感じないで覚えられる方法です。でそれを今名付けて新語聴法、新しい語聴というふうに書いて新語聴法と命名してます。それを紹介したいと思ってます。でですね、新語聴法のまだメリットを言ってなかったかな。新語聴法のメリットは、音感法の場合とか旧語呂合わせというのは、まず応文の場合ですと26のものを覚えなくちゃいけないじゃないですか、アルファベット26文字だから。なんですけども、と特にまあ語聴法なんてのは語呂で言えば26個の語呂を覚えなくちゃいけないんですよね。だけども新語聴法ですと、13の語呂で26文字が覚えられます。約半分です。あ、約じゃないですね、半分です。半分の語呂で覚えられる、まずそこがすごく負担が少ない。次に、旧の語呂合わせと新の語呂合わせの、まあ、語聴法ですねの違いの第二の次は、古い語聴法というのは最初の音がもうアルファベットの発音の音に似たような音として語呂を合わせている。さっき説明とか言ったように、ツーとととトゥトトトは B なんですけど、それをビートルズビートルズ、最初の音ですよね、最初の音である。ところが新語聴法というのは後ろの音という、例えばなんですが B ですとターニダベって覚えろって一応後で説明しますけども、ターニダベって覚えなさいって私は説明します。そうなるとツートトトターニダベって聞こえてて、最後の音がアルファベットと似た発音の似た音になってる、とこが違うところで、もう一つまだここには隠されたことがあるんですけども、実はターニダベって覚えたとしましょう、ここには隠された秘密というか、秘密ではないんですけども、後ろの音のメリットがあるんですけども、それを説明すると、例えばですよ、途中でターニダを打たれてる時に、最初この文字は何だろうって思いながら聞いてるんですよね。全部聞き終わるかどうか、まあそれはスピードが上がってくると全部聞こえちゃうかもしれないけど、途中の音を聞きながら何だろうって想像しながら聞いてる、想像受信っていうんですけど、想像受信をしてる時に、例えば「タニダベッタ」って終わったら「ツ」、本当は「ダベ」ってくるのかなと思ったけど「ツ」「トゥ」と終わってしまった、あ違った違ったと思った時に、トゥーっていうのはターって聞こえてるんですよ。ターっていうのは後で説明しますけど T だったりする、 T だったりじゃない T なんですよ。なので
頭の中ではトゥートゥートゥートゥって聞こえたら、信号聴法の場合は T 次トゥートゥトゥートゥートゥートゥツートだからツートって聞こえたら、頭の中では単2ですから N なんですよね。N の発音に似てるんだけども、だから TN って聞こえてるんです。で、次ツートットットツートットで終わったら、単2だだから単2だですよね。最後まで言ってないで終わったら、でって聞こえてるんですよ。二だのだはでに発音に似てるじゃないですか。なので私の頭の中では TNDB TNDB って聞こえてるんですよ、実は。だから一つの符号を全部聞き終わらなくてもって言い方もおかしいですね。聞こえてる音が常に、なんていうんですか、アルファベットに聞こえてるんですよ。例えば、ツートトトって確かにそうなんだけども、私の場合、TNDB、TNDB、TNDB って聞こえてるんです。だから、どこで自分の想像からずれたとして、どこで止まっても、その符号は取れてるんですよね。でも、さっき言った、旧語聴法ですと、全部聞き最初の音が、アルファベットの音なんだから、例えばトゥ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 って聞こえたら、そこから初めて、ビートルズというものを思い浮かべなくちゃいけないんですよ。その時間がすごくあるんですよね。全部聞かなくちゃいけない、その後考えなくちゃいけない、でその後変換していく。でも信号聴法っていうのは聞きながらどん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 変換してるんですよね。なので最後聞き終わった時に、符号を全部聞き終わった時にはすでに、まあ、変換という言い方もおかしいんだけども、まあ一応変換としておきましょうか。その文字、その符号が何であるかがもう分かっちゃうんですよ。なので全部聞いた瞬間にもう符号が頭の中に浮かんでる。だから実際の更新の時でも早いっていう方もおかしいんだけども、次から次へと流れるように打たれたとしても、符号がどんどん浮かんできてるんで、時間が要はそのスピードについていけるって意味ですね。その流れのスピードにどん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 ついていけて受信できるというところが信号聴法の、まあ、メリットではメリットなんですね。ただちょっとあれですね、さっきの B の場合では TNDB、TNDB って聞こえてるんで、なんかたくさん文字が聞こえてるように思えるんだけども、まあ、それは慣れの問題で、私意気承認で言いますけど、私は2005年にこの覚え方で覚えて、今2020年で15年やってますけど、全く問題なくできてるんで全然大丈夫です。それは信用してくださいというところですかね。これが信号聴法と旧の語聴法との違い、および信号聴法の優れてるところです。ですね、先ほど、まあ、優れてるとこって説明としてちょっと言い忘れましたけど、一番最初の方で、音感法や、旧語聴法より新語聴法の方が優れてる点として、半分の語呂合わせでいいって言いましたよね。でまあ その理由はまあこう今こう口で説明してもなかなか難しいんで、ちょっと説明すると、この動画 の概要欄というか説明欄等に書いておきますけども、
私はあの、A1 クラブというクラブに属してます。 A の1のクラブと書きます。それはなぜかっていうと、アマチュア無線の仲間でできたクラブなんですけども、それはモールス通信に特化したクラブです。で、そこのホームページ上にですね、信号聴報という PDF ファイルがあります。それを見てください。見てくださいというか読んでください。そうすると何を言ってるかがよく書かれてるんで分かると思います。で、要は半分でいいという理由が書いてあります。で、それとそこにはもう一つモールスミュージックという言葉が書いてあって、モールスミュージックというあるミュージックがあって、それと合わせて語呂合わせしてねって書いてあります。で、その心は何かっていうと、そのモールスミュージックこそが、さっき言ったですね、スペースとか長さの話がありましたよね。あれをいちいち頭で考えてたら、全然ダメなん、そんな何倍何倍とか7つ分とか3つ分とか1つ分なんていうのは、そんなのは頭で考えてんじゃなくって、もうリズムとして覚えないとダメなんですよね。で、モールスミュージックというものを聞くと、それがもうミュージックですよね。それが聞こえてきて、それで覚えれば、正確な符号になってます。なので、モールスミュージックというものを聞いて、信号聴報での語呂合わせを覚えてください。ここが重要なところなんですよ。絶対、自分のリズム感でやらないでください。モールスミュージックのリズムに合わせてください。ちなみにちょっとモールスミュージックの音というものを今からちょっと出してみますね。これがモールスミュージック。これさっきのターニダですね。こういう、もう長くなっちゃうんでこれに止めますね。こういうものがホームページ上に載ってます。で、これをダウンロードして、ダウンロードしなくてもいいのかもしれないけども、まあ、これを聞いて、このリズムで覚えるということが重要です。で、今から、例えば、今、この動画ですね、長くなっちゃうんで、パート1、パート2、パート3ぐらいに今分けようかなと思って、まあ、パート4あるかもしれないですけども、とりあえずですね、今回は2つの語呂合わせを覚えてもらいます。その語呂合わせを覚えると、2つ覚えただけで4つのモールス符号が覚えられます。それを試しにやってみたいと思ってます、パート1では。で、このパート1の動画の中で、あ、できたよと思ったら成功です。で、できない場合の人いるのかな、わかんないですけど、まずいないと思いますね。私周りでいろいろ聞いて、あと私の通りやってくれた人もいて、その方たちも今全然問題なく CW、 要はモール通信の仲間で問題なくやってるんで、全然この覚え方で問題ないと思っています。で、まずとりあえず今繰り返し言いますけど、2つの試しですよ、試しに2つの語呂合わせを覚える方法をまずやっていきましょう。はい。
次、ですね、やっと覚えるステップに入っていきますね。まず一番最初に語呂合わせで覚えてほしい語呂があります。2つ、覚えましょうって言ったうちにまず1つ言いますね。笑わないでくださいね。これね、おまじないみたいな言葉なんですけど、えあわじえあわじなんです。いいですか。音をちょっと出してみましょうか。えあわじえあわじえあわじ、これを覚えてください。えあわじえあわじっていうのは一つ目の語呂合わせで、二つ目の語呂合わせはまた笑わないですよね。たまごきゅうたまごきゅうです。音出してみましょうか。失礼。これですね。たまごきゅうなんですよ。で、さっきも説明したように終わりの音が語呂になってる。例えば先ほどのえあわじで説明しますね。例えばですよ、まずえあわじ打ちますね。これ J、 えあわじ。ちなみに受信の時にはこう聞こえてきてる時に、もう聞こえてきてる中で口に発しなくてもいいんですけど、頭の中でちょっと遅れ気味にえあわって唱えながら聞いてるといいです。これがえあわじえあわじなんですよ。でですよ、もしって言ったらなんて聞こえてますか。これえあわえあわに聞こえてません。えあわすなわち何だと思います。符号で言えば W なんですよね。もしこれで終わったらえあわ A なんです。これえ E なんです。すなわちこのえあわ J の中にはE と A と W と J、 4つの文字が分かるような仕組みになってるんですよね。これが信号聴法のやつですよ。で、今のを頭に入れながら、これからモールスミュージックに当てはめた動画を作ったんで、それらで練習してみましょう。それの中にはもう続けてやりますけども、エアーワージェとタマーゴキュー2つの、信号聴法での語呂合わせを入れてあります。でそれが終わると8文字を覚えたことになってます。できるかどうか、まあやってみましょう。気楽に、これは一番気楽にやるのが一番いいです。やってみましょう。ではJay, Jay, 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 Jay,
次はですね、今覚えた語調というか合わせた文字というんですかね、これをちょっと区切ってみたいと思います。また区切られた通りに、口ずさんで合わせて口ずさんでみてください。さて、次は先ほどのもう一つのやつ、玉ごきゅう、これを同じように繰り返し強調でやってみます。これがモールスミュージックに合わせた覚え方でした。
て、もうこの時点でさっきの言った8文字は覚えてるはずというか、覚えてるし取れるっていうのは理解できる、符号として認識できるっていうんですけど、になってるはずです。今裏で、この音声の裏でモルス符号を流してます。それがなんとなく僕が喋ってる裏でも分かりますかね。どんな感じでしょうか。多分分かってるはずです。まあこういったやり方でですね、今13のうち2つの語呂合わせを覚えました。それで8文字まで来てますけども、8符号まで覚えたことまで来ています。あと11の語呂合わせで、符号にしたら 26-8 だから18文字、あと18文字覚えればいいだけです。それをパート2パート3ないしはパート4までいくかもしれないですけども、それでやっていきましょう。で終わったら、26文字全部覚えたことになります。で今モールスミュージック聞いたの多分5、6分じゃないな、5分、10分、まあ、10分かかってないかもしれないですね。5分、10分ですよね。2つの語呂合わせを覚えたのは。で残りはあと11個ぐらいですから、5分10分かける11なんで、まあ50分から110分ぐらいあれば全部覚えられるはずなんですよね。で本当に集中すれば2時間弱ぐらいで全部の符号を覚えられるはずなんですが、ですけれどもまあ人間っていっぺんに覚えると頭疲れちゃうんで、まあ、少し分けて覚えた方がいいかもしれないですね。それでも早い人は2日3日で覚えちゃうと思います。で時間かかる人でも、まあ、5日間かもしくは1週間ぐらい、まあ1週間以内です、1週間以内で覚えられると思います。であと、まあ、最後にちょっと付け加えておきますけど、まあ覚えたと思っても人間ってやっぱり忘れちゃうんですよね。忘れちゃうっていうか記憶がだんだん薄れていくんですよ。で一番効果的な覚え方をまあ伝授しましょうっていうのは偉そうな言い方ですけど、何を言ってるかっていうと、忘れかかっている時にもう一度繰り返しやるっていうことですね。そうすると多分私医学者じゃないんで分かんないですけども、最初の覚えてる記憶ってまだ海馬あたりの一時記憶ぐらいの間と心底にある記憶の間の途中ぐらいなんですよね。で要は子供の頃の記憶ってよく覚えてるじゃないですか。でそこまで持っていかないとモールス符号って忘れちゃうんですよね。なんでその一時記憶の領域からもっともう忘れない領域まで記憶する脳の領域まで持ってこないといけないんですよね。でそこなんですよ。そこはどうするかっていうと、今言ったように繰り返しになりますけど、忘れかかってきた時にもう一度やる。でその繰り返しでまたやって覚えてるでしょうけど、また忘れかかってきちゃう時が来ると思うんですよ。2度目3度目と。その時に何度もっていうかまたやり直す。でそれを繰り返してるとやがて本当の深い記憶層に、モールス符号の覚えた語調が入ります。そうするともう一生忘れないです。分かりますよね。これいろんな人もうある程度経験されてる方々なんで分かると思うんですけど、そういう覚え方をすると
とにかく一時記憶のあるだけじゃダメで、もっと深い記憶層の中に、自分の合調の記憶を入れ込む、リズム感を入れ込むということをしないといずれ忘れちゃいます。なのでそこが重要で、何回も繰り返してやりましょうね。例えば1週間で覚えたからもう大丈夫と思わないように、いずれ忘れちゃう時が来るかもしれない、その時にはもう一回やってみるということが非常に重要だと思っています。というところで、まずパート1はこの辺で終わりにします。それでは。